M60 機関銃、M60 機関銃、M60 マシンガンはアメリカ合衆国の機関銃である。1950年代後半からアメリカ軍の代表的な汎用機関銃としてベトナム戦争をはじめとして多くの実戦で使用された。M60 は M16 よりも大口径の銃弾を高い発射速度で長射程に発射することができ、 長距離戦闘でも近接戦でも攻撃にも防御にも有効な兵器で軍隊支援下器として戦術に多様な形で組み込むとができる。ベトナム戦争をはじめ多くの記録や小説、映画や映像などに登場する。現在のアメリカ軍においては後継機種に置き換えられつつあるが未だ様々な用途で残っている。オーストラリアなどいくつかの国では現在も使用されており、 生産も継続している。アメリカ陸軍は、軽機関銃の開発が立ち遅れ、不評分体単体の火力においては各国に劣っていた。M60 の開発は、新型 7.62mm 軽機関銃、ナイター 7.62mm マシンガンとして、1940年代の後半から始まった。設計には、それ以前の優れた武器のものを積極的に取り入れ、 独自の改良を加えた。具体的には次の事項のようなものである。また、M60 は、ガスオペレーション方式を採用しているが、これは、FG42 を参考にしたと言われている。また、ある資料では、ルイス系機関銃の機構を借りたものとも言われている。部隊配備は1957年より開始された。M60 は、 7.62X51mm 納刀弾を使用するガス圧作動空冷ベルト球弾方式の機関銃でありオープンボルト位置から薬室にナーダ弾を装填する弾薬は金属製分割式リンクで連結された100発単位のベルトで球弾されるまた機関部差側面に装着する弾薬ボックスが存在し 一人で移動しながらの射撃などではほぼ必須である。他の武器と同様、立射、失射、腰溜め射撃ができるが、M60 は重く、指示化なしでの射撃は、標準が難しい。最も使用効果が高いのは2脚を使用した副射か、3脚に乗せて3から5発までのバースト射撃を行った場合である。オプションの3脚を使用した場合、1100メートルが、 有効射程となる。また、標準装備の2脚を使用した場合では800メートルが有効射程に、点標的に対しては600メートル、移動する標的に対しては200メートルが有効射程となる。アメリカ海兵隊の方針では、重手が熟練している場合、M60 や、それと同等クラスの武器は面射撃や制圧射撃で1500メートルが有効射程とされている。 全長にわたって直線的な設計は操作ロットとバッファが重傷まで直接交代し全長を短くすることに成功している大きなグリップは腰の位置で持ち運ぶのに非常に便利であるまた実弾を工具代わりに使って分解できる二脚には放熱板が付属し折りたたんだ状態で重心の空冷フィンの代用となる m はアバディン試験場で テストされた時には、極めて有効な兵器と評価された。しかし、すぐに投入された東南アジアのジャングルでは、初期型はすぐに数々の問題点を露呈した。重さ自体が問題だったという批判も少なくないが、同時代の 7.62mm 機関銃の中では、最も軽く、代替品の M240 より軽いほどである。本銃の評価は、 良いものから悪いものまで幅広いが、ガスオペレーションシステムの複雑さに起因する信頼性の低さは、この銃に関する共通の批判であった。ベトナムの実戦部隊からの最も一般的な苦情は、M60 は信頼性が低く、特に副写して汚れた時にジャム、弾詰まりを起こしたり、他の動作不良を起こしたりすることであった。M60 の機関部は複雑で、 砂ぼこりで即座に動作が停止してしまう傾向がある。このことはイスラエル国防軍が M60 を不採用とした最も重要な理由の一つとなった。特に汚れがひどい時には空薬ウの排出ジャムを起こしがちで大抵は空薬ウのリムを引き剥がさなければならない。この処置には時間がかかった。また、ジャングルでない普通の状態でも 数千発を発射するとしばしば玉詰まりを起こした。これは実戦においては非常に深刻な問題である。ベトナム戦争時の M60 の写真には、レーションの丸い空き缶を球団トレーの脇にくくりつけているものがよく見られるが、これは団体の流れ込みをスムーズにするための現地での工夫だった。また、この機関銃はブローニング M1918 自動小銃。 バーよりも、清掃と、メンテナンスが難しかった。安全装置、セーフティは扱いが厄介で、他の銃では発射準備時にセーフティを下に移動さるが、本銃では上に移動させるようになっており、M16 や M1911A1 になれた、兵士には、誤操作の原因となった。また、バレルラッチ機構、ショーレバーを前後に回すは、伊手の装備に引っかかり、ラッチが閉鎖せず、 バレルが脱落するという結果を引き起こしがちであった。このレバー機構の回転軸には押して解除できるロックボタンが追加された。しかし、レバー機構そのものは未だに残っており、この銃が正式採用されてから60年間経った今でも、この問題は再発している。グリップとトリガーのアセンブリは、他の設計でよくある取り外し可能ピンではなく、 壊れやすい板バネクリップで取り付けられている。このクリップは最初に試験場で試験された時に壊れやすいことを指摘されたことが知られている。戦地での M60 は粘着テープやケーブル結束帯がついているのが時々見受けられるが、これはクリップが壊れたために現地部隊が取り付けたものである。初期の M60 における最も深刻で致命的な部品はレシーバーカバーと 球団トレーである。これらは、プレス加工された薄い鉄板で、容易に歪んだり破損した。強化部品が供給されるようになったのは1970年代初期で、ある。さらに、初期の M60 では、部品の軽量化のため、ドライビングスプリングガイドとオペレーティングロッドが細すぎ、また、ピストンヘッドの後ろにある、ガスピストンは、非常に小さく、いずれも脆弱で破損しやすかった。 しかし、1970年代には、強化部品に変更され、緩慢ながら代替されていった。重心下のガスシリンダーの線が緩みやすく、射撃中に外れて飛んでしまうことも多発したため、現地部隊では脱落、紛失防止として、針金を巻いて固定する予防策が流行した。他のいくつかのバージョンの M60 における問題として、FN マグや PK、 ラインメタル MG3 など重心が交換可能な 7.62mm 汎用機関銃の2脚がガスシリンダーまたは重心大いに取り付けられているのに対して M60 では重心に付けられていた。これは命中精度に影響するので後に強化重心に変更された。アメリカ海兵隊の大部分の部隊では M60 を信頼せず、 代用に一旦正式から外されたブローニング自動小銃バーを1967年から1968年まで公式に使い続けていた。1980年代半ばには海兵隊仕様の M60 も 8.61kg に軽量化されてわずかながら信頼性の改良を含む設計が施された M60E3 が支給された。しかしながらからはすぐに 重心の加熱について苦情が出た。これは他の M60 と共通の問題である。これまでは重心交換のタイミングが200発の持続発射だったところ、M60E3 の軽量重心は100発の持続発射で交換しなければならない。M60 では重心側に取り扱い用のハンドルがなく、耐熱手袋が必要である。また重心には2脚が付属しているため、 三脚を使わない限り、重心交換作業の際には、重本体を手で支えるか、地面に横たえねばならない。しかし、M60E3 では二脚が重本体側へ、またハンドルが重心後部へ移されたので、ハンドルを使って耐熱手袋なしに重心を交換することができる。この機関銃の M249K 機関銃への 更新は1980年代から始まった。また、1991年に正式採用された M240 機関銃、FN マグのライセンス生産品への交換が20世紀の終わり頃から始まった。M240 は M60 より、はるかに重いが、その高い信頼性から徴用されている。しかしながら、多数の M60 が、 アメリカ陸軍予備役部隊と周辺部隊で使われ続け、また、米軍特殊部隊において 7.62mm 機関銃として1990年代の終わり頃まで、さらに、シールズ、アメリカ海軍特殊部隊によって1990年代から最近まで使われ続けた。また、航空機、艦船やヘリ用、ドアガンとしても配備が継続されているが、太陽電源到達に伴い、 M240 の各バージョンに段階的に更新されている。最終的には残存する M60 と現役の M240 は双方とも新開発の軽量型 7.62mm 機関銃と代替予定となっている。M60 シリーズは多様な弾薬を発射することができる。最も一般的なのが M61 鉄鋼弾、AP 弾、 M62A 光弾、M80 通常弾、そして M63 も2弾と M82 空砲である。弾芯がタングステンでできた新しい M993 鉄鋼弾も M60 で使用することができるが、部隊にはかなり後まで支給されなかった。空砲を連射で発射する場合には、発射速度に応じて M13 または M13A 一方アダプター。 ブランクファイリングアダプタイコールブファを取り付ける必要がある。これらの弾薬はすべて NATO 標準の金属製分割リンクで供給される。M60 の標準的な戦闘時の弾薬配列は4発の M80 通常弾に対して1発の M62 栄光弾である。4、1の配置は、いてが標的に対し着弾を歩かせることを可能とする。しかし、 栄光弾は通常弾と重量が異なるため必ずしも同じ弾道を描くとは限らない。栄光弾は最短300メートルで燃え尽きてしまうため栄光弾が見えなくなる遥か先の800メートルを超える範囲に通常弾着弾していることがある。この問題は7.62ミ、mm、リメートル及びこれより小さい光景。 5.56mm を使用する M249K 機関銃などでは共通の問題である。不評分体では基本的に1兆あたり600から900発を携帯する。これはおよそ2分間弱の連続射撃ができる弾数である。数とよりも、伊手と弾薬種の二人で運用した方が効果が高いが、人員の関係で分体で一番体格の良いものが、 機関銃手に任命され、本銃と弾薬を携行した。映画に見られる団体を体に巻きつける方法は、リンクのねじれなどが頻発し、実用的でなかった。弾薬一覧これらは、M13 リンクで連結される。リンクは射撃後に、自動的に分解され、空薬莢と共に排出される。M60 は、初期の設計に由来する問題を改善しながら、 長期にわたって生産されたため、多数の派生型が存在する。別に、ヘリコプターと、戦車搭載用に開発された二つのバージョン、M60C と M60D がある。M60 の開発名称で、このタイプが正式化されるまでの1950年代の、分類。プロトタイプ版、および強作に勝った最終テストモデル、T161E3 まで含む。 1950年代の T161、特に T161E3 と T52 の協作の結果、T161 が採用された。両方とも同様の球団機構とガスオペレーションシステムを採用していたが、T161 の方がより量産に適していると判断された。基本型。1950年代の終わりにアメリカ陸軍で正式化された。 この時点では、不評用とのみ想定されていた。M60E1 は、M60 基本型の最初のバージョンである。主な変更点は、ガスシリンダーと重心2脚の接続方式で、基本型ではこれらは全て接続されていた。いくつかの資料では、M60E1 は、正式採用されなかったと記述しているが、異なる記述の資料もある。 M60E1 自体は量産に組み入れられなかったものの、その後のバージョンに影響を与えている。また、1966年からは、M60E1 のいくつかの改良点に基づいて、M60 が回収されている。もう一つの大きな変更点は、2脚の取り付け位置が、M60E3 のようにバレルでなく、ガスチューブに移さたことである。E3、E4 のような、 前方の垂直グリップは取り付けられていない。M60E2 は、同軸基準など、走行車両への取り付けを目的として開発され、M48A5 や M60 などのパットンシリーズ、韓国の K1 戦車で使われた。主な変更点としては、外装の大幅な省略、重傷や重波の取り外しなどである。重心の下のガスチューブは、 ピストン作動後のガスを車内に排出しないようにバレルに沿って延長されており、重工の真下から排出されるようになっている。また、不評用と同じ重心を持つ通常型、重心長22インチ、54.5センチメートルと、車両の装備位置に合わせて、重心とガスチューブを延長した、超重心型、重心長30インチ、76.2センチメートルがある。 発射は通常はソレノイドを用いて電気的に行うが手動で撃発させるバックアップ用手動トリガーも装備されている弾薬の供給にはメタルループ金属で弾体を誘導する部品を使用している M60E2 は1970年代の試験で平均故障間隔 MTBF は1669時間と判定されたがこれは FN マグよりも悪い数値であるため、1977年から同軸基準は M240 に置き換えられた。M60E3 は初期の M60 の数々の問題点を解決したものとして、1986年頃から不評用書きとして実戦配備された。これは軽量で回収されたバージョンとして、いての負担を軽くする目的もあった。 それまでの同シリーズとは異なり、数々の現代的な改良がなされている。しかしながら、これらは改良された点と同じぐらい問題を引き起こした。また、重心が軽くなったが、この重心では200発を連続射撃することは危険となった。このような連続射撃はすぐにオーバーヒートを引き起こし、銃を使用不能にしてしまう。しかし、複数の兵士は連続射撃が可能であると、 証言している。この重心のライナーにステライト合金が使われたことが、このことを可能にしたと考えられる。これらの軽量化は、銃自体の寿命も短くしてしまい、基本型よりも部品がすぐに守る、破損する傾向にあった。アメリカ陸軍とアメリカ海兵隊の大部分の部隊は、汎用機関銃として M240 に切り替えた。これは、 M60E3 より 2.7kg 重いが、特に使用環境が過酷な場合など、その頑丈さと信頼性からより好まれているようである。M60E3 には、重心が重いタイプと軽いタイプの2つのタイプがある。M60E4 は、M60E3 のコンパクト版である。M60E3 の単重心版に見えるが、より多くの改良点が含まれている。 特徴としては、前方に垂直重波、ピストルグリップが取り付けられ、改良された照準、重傷、二脚が取り付けられ、内部機構もより信頼性を上げたものである。このバージョンは、海軍では MK-43 m ットレとして正式化されているが、M60E4 と同じものである。旧型の M60 は、米国陸軍が製造する変換キットを使用して、 M60E4、e、MK43 にアップグレードすることができる。MK43 機関銃は2000年以来、米国陸軍輸送土により生産され、現在、米国陸軍輸送土のみにより製造されている。1990年代、M60E4 はアメリカ陸軍の不評用支援火器の磁気トライアルで、M240E4 と競合。 M240E4 は M60E4 より重いが、試験により信頼性が確認され、M240E4 が採用された。MK43MOD1 は、M60E4 の修正版で、より短い重心と垂直重波の変更、レールの改良が行われている。M60E4 の全長を短くした単焦モデル、シールズに採用され、 MK 四十六 MOD 零の正式名を得る。MK 四十六 MOD 一 M 二百四十九の単色モデルとは別物。M 六十 E 四使用。不評向け単重心重量二十二点五ポンド十点二キログラム。長さ三十七点七インチ九十五点八センチメートル。長重心重量二十三点一ポンド。 10.5kg 長さ42.4インチ 108.4cm 突撃重心重量21.3ポンド 9.66kg 長さ37.0インチ 94.0cm 幅4.8インチ 12.2cm 車載船サイマウント向け重量22.7ポンド 10.3kg 長さ43.5インチ 110.0cm 幅5.9インチ 15.0cm 同軸重量21.2ポンド 9.62kg 長さ42.3インチ 107.0cm 幅4.8インチ 12.2cm M60E6 は M60E4 の改良版であり、M60 ファミリーの最新のものである。M60E6 は2014年3月に M62HKMG3 に代わるデンマーク陸軍の汎用機関銃の選定時に HK121HKMG5 に勝ち採用された。重量は M62 より 3kg、6.6ポンド、軽く 9.27kg。 20.24ポンドに減った。約500から650発、フンの連射速度は、M62-1200 発、フンより大幅に低いが、制御性の良さ、精度の高さ、弾薬の節約、より多様な発砲位置で勝り、射撃中にコントロールを失うことによる、付随的な損害のリスクも軽減されている。レールシステムと2脚が変更され、 大幅な内部機構の改善により信頼性も向上している。ヘリコプターから射撃するために作られたモデルだが、機体にはマウントされず、脱落防止用の安全体のみを接続して射撃手が保持して使用した。基本型との違いは、重傷と二脚がないことと、レシーバー後端の形が異なることである。しかし、ピストルグリップはそのまま残されており、スペードグリップにはなっていない。 M60 バイトはヘリコプター搭載用に回収されたモデルが正式化されるまでの短い間のみ用いられ、1960年代に M60D に置き換えられるまでの間、少数が配備された。M60C は M60 基本型の航空機搭載型である。最も大きな違いは、M60C では電気的制御により遠隔操作で発射することと、そのために油圧による、 回転装置が組み込まれていることである。不機長、または副機長がコックピットから制御することができる。空冷、ガスオペレーション、ベルトリンク球団式である点は変わらない。これは、M2、M6、M16 書きシステムに組み込まれたほか OH-13 数、OH-23 例分、UH-1B、色濃い、a b -10 ブロンコに搭載された。 M60D はヘリコプターのドアガン仕様である。M60C のようにコックピットから遠隔操作するのではなく、ドア部分にマウントされ、乗員が直接目視で射撃を行う。M60 シリーズとほぼ共通であり、空冷、ガスオペレーション、ベルトリンク球団式である。他のバージョンと異なる点としては、通常の引き金と片当てグリップは外されて、押し金。 発射ボタンを装着した、両手で把握しながら打つスペードグリップになっていること、照準が円形に変更されていること、メタルループなどにより、球団方式が改善されていることが挙がられる。空薬莢や分解したリンクが、ヘリの回転翼やエンジン吸気口に飛散しないよう、キャンバスバック式のカートキャッチャーがついている。本銃は、ヘリコプターだけでなく、 ボートや車両にも取り付けることができる。M60D は次の機種で使われた。悪マイナス 47A を除き、基本的に両側のドアに取り付けられた。なお、相模マウント。相模マウントは相模原補給省で製作されたためにこの名がある。セミオートマチック、連射不可能にしたバージョンがアメリカ国内で市販された。連射を不可能にするために、 広範囲の箇所に修正が施された。アメリカ国内においては、アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局、バトフにより、これらは、ベルト球団式自動小銃として取り扱われる。しかしながら、州法や条例は、適用対象となる。から軍用 M60 と、その部品について、生産委託を受けたうち主要なメーカーはである。しかしながら、US オードナンスは、 生産設備を軍用に優先使用し、民生版半自動 M60 の販売を2006年まで延期した。民間人向け半自動 M60 の価格は約8000ドルである。多数の旧型フルオート版が市場に流通しているが、購入には多くの法的要件を満たさなければならない上に、費用が2万から3万ドル以上かかる。これは、 アメリカにおける1986年以降の十規制強化による。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。